まるでツーストを思わせるようなもうパワフルな走りでした。もうね、びっくりしました。こんな速いんだと思って。で、ツーストなんかは本当にキューンって伸びていくんですけど、スピードツインの場合は、そこにトルクが重なっていく感じなんですよ。そこでスピードが増していくのが、ものすごい楽しかったです。トライアンフスピードツインを試乗してきました。正直、このスピードツインっていうのはあんまり、興味がなかったオートバイでした。たまたまちょっと乗る機会を得て、試乗したんですけど、まあこれがすごいバイクでしたね。このネオクラシックというかレトロなデザインのオートバイいくつか乗ってます。トライアンフでも T120 も乗ってます。すごくゆっくり走るのに適しててどこどこ味わいのあるオートバイでしたし、それから川崎の W800 なんかも走ろうと思えば結構速く走れそうでしたけど、基本的にはねゆっくり乗る感じのオートバイでした。なのでこのスピードツインに関しても、デザイン違いで、そういう感じのゆっくり乗るバイクなんじゃないかなと思っていたんですね。思っていたんですけど、ところがなんかいざ乗るっていうことになって調べてみたら、あれちょっと違うぞとなって、で乗ったらやっぱり違いました。ズバリね、もう端的な言葉で言うと、羊の皮をかぶった狼的なバイクです。もう本当はW800 とかボンネビルの T120 とかと同じように考えてるとちょっとびっくりします。もうどっちかっていうと、もう速い方のバイクですね。ストリートファイターとかそういう系のオートバイです。でただもう完全にガンガン走るバイクかっていうとそうではなくって、もちろんこれモードがあるんですよ。レインモード、ロードモード、スポーツモードとあります。でレインモードでもゆっくり走れるんですけど、これねレインモードもね意外と使い勝手が他のレインモードと違いました。でスポーツモードにした時もすごいトルクフルでパワーのある走りはね、まるでツーストを思わせるようなもうパワフルな走りでした。もうねびっくりしました。こんな速いんだと思って、もうこれだったら本当に同じトライアンフでも、ストリートトリプルとかスピードトリプルとかいらないんじゃないかなっていうぐらい速かったです。もちろんね3気筒のスピードトリプル、ストリートトリプルの方が速いとは思うんですけど、でもね本当に遜色ないぐらい速いです。で、レインモードの話をすると、本当はねゆっくり走るレインモードなんですけど、これねレインモードにしとくと普通の街中でこれ2気筒なんでちょっとしたどこどこ感を味わえるんですよ。ただそのどこどこ感っていっても、ハーレーとかドカティみたいなそこまでのどこどこ感はないですけど、ちょっとした振動を味わえるので、それを味わいたい時はレインモードで走ったら楽しいと思います。雨の時だけ使うのはもったいないぐらいです。結構パワーあります。ただアクセル回路をガバッと上げた時にちゃんと制御して、ゆっくりと燃料を噴射してくれるようなことのようでした。でスポーツモードの時はもちろん上げたらガバッといきますね。もうトルクがこう上から積み重なっていく、こうガガガガガッと重なっていくような、もうアクセル回路にもう本当にリニアに反応してズワーって伸びていくんですよ。でツーストなんかは本当にキューンって伸びていくんですけど、スピードツインの場合はそこにトルクが重なっていく感じなんですよ。そこでスピードが増していくのがものすごい楽しかったです。これは本当峠とかワインディングでもかなり速く走れるんじゃないかと思います。ただ2気筒なんでね、最高速はどこまで伸びるかって言ったらやっぱり3気筒とか4気筒の方が多分伸びるとは思いますけど、でもね別に200キロ以上出すわけでもないし十分じゃないかなって思うぐらいパワフルでした。で1200cc なんですごくもちろんスピードも普通に出ちゃうんですよ。で同じトライアンフの 1200cc、ボンネブル T120 も同じ排気量ですけど乗り味は全然違いますね。
やっぱりボンネビルの T120 っていうのはやっぱりゆったり味わいながら走るバイクです。まあ、前もあの動画で解説っていうか説明しましたけど、で同じ 1200cc とは思えないんですけど、やっぱりあのこちらの 1200cc は、トラクストンだったかなとをベースにしたエンジンらしいんですよ。だまあもっとね速いレーサーチックなエンジンをベースにしてることもあってすごく速いです。本当楽しかった。もうねもうなんだろうね、本当にアクセルを開けていく楽しみがすごくあるんで、このネオクラシックでゆっくりしか走れない楽しみだけを追い求めるんじゃなくって、このスピードツインは両方楽しめちゃうっていうところがすごいバイクでしたね。全くノーマークだったんですけど、乗ったら虜になっちゃいました。このねトルク感とパワーはやっぱりねツインならではですね。やっぱりトルクが太いんで下からありますし、それをこうアクセル開けた時にレスポンスよくついてきちゃうとすごいパワーです。まあ、3気筒の伸びやかなフィーリングとはまた違うんですけど、ものすごいパワーで速く伸びていくのがもう快感ですね。で2気筒の、まあ、パラツインですけど、トライアンフはみんななんか270度クランクだそうです。でその特徴をすごく活かしていたみたいで、やっぱり開けていった時にトルクの谷がなく、どん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 こう重なって出ていくところがやっぱりこのスピードツインのいいところで、本当ねスタイルもすごくネオクラシカルで今時でねかっこよくておしゃれなんですけど、まあこれワインディング行っても相当早いと思いますね。とにかく下のトルクがあるんでツインだからやっぱりピストンも大きいじゃないですか。だからやっぱりトルクがガツンと出て、しかもそれが結局ちゃんとアクセルについてくるので、これとんでもなく速いと思いますよ。でこれ、まあ、3気筒と2気筒との、まあ、比較もあるんですけど、やっぱりトルク感の違いがやっぱりあるし、まあ、上の方はね伸びていくのはやっぱり3気筒だとは思います。でこれねじっくりどこどこ走る、まあ、どこどこまでいかないんですけど、まあ、若干の振動を伴って、まあ、走っていく楽しみと両方楽しめる、これいいとこ取りのバイクじゃないかなと思ってすごく気に入っちゃいました。ただちょっと難点は、すごく車体がね細いんです。軽いんですよ。で軽くて扱いやすくてすごくいいんですけど、ニーグリップがねちょっとしにくいんですよね。細すぎるタンクが。だから本当はしっかりニーグリップして、あの上半身もリラックスしてセルフステアでコーナーに突っ込んでいきたいんですけど、ちょっとねホールドがちょっともたついちゃうとスッといけない時があります。まあこれも慣れだとは思うし、まあタンクパッドがなんかオプションであるみたいなんで、それをつけたらもしかしたら解決するのかもしれないです。ブレーキもブレンボ入ってるんでよく効きます。でリアブレーキ僕よく使うんですけど、リアブレーキも結構よく効きます。で ABS それからトラクションコントロールもついてるので、そういう、まあ、走りの最新装備の部分は本当に心配なく乗れますね。だから誤ってガッと上げちゃっても多分大丈夫なんじゃないかな。でデザインがやっぱいいですよね。すごく丁寧に作ってますよね。すごくこう丸めのライトも大好きですし、それからフォークカバーもすごくいいし、まあアルミのね部品、フロントフェンダー、リアフェンダー、それからサイドの部分に使ってます。でタンクのね塗装の仕上げもすごく綺麗なんで、すごく味のあるバイクだし、まあすごくカスタムもしやすいかと思います。まあ僕としては、まあカスタムとかっていうよりもねエンジンの楽しさの方が興味があるんであれなんですけど、まあいじりたい人もいじれるバイクじゃないかなと思います。トライアンフねいいですね。いいバイク作ってますね。これはね本当楽しいバイクです。なんか急に興味湧いてきちゃって、もう皆さんにもねぜひ乗ってほしいです。音もねいいですよ。すごくサウンドにも気を使ってます。で細かいデザインはね人の好みがあるんであんまり言及しないですけど、すごくかっこいいバイクです。写真とか動画ビデオで見るよりも実物の方がすごく味があってかっこいいです。
これねぜひ乗ってみてください。スポーツモードすごいです。まあ2ストノリも満足できるような仕上がりのエンジンでした。